学校博物館とは、学校の空き教室を展示室として活用し、学校博物館として活用しているもの。茨城県や札幌市の取り組みが有名である。市立の小中、高校にも存在する。千葉県柏市の風早北部小学校などの例がある。札幌市学校博物館などの例もある。風早北部小学校や、 福岡県立朝倉高等学校の例にもある通り、内容は通常の博物館と変わらない。美術、民俗学、考古学、歴史異物と様々である。なお、学校博物館百景の著者は、大学博物館も学校博物館であるという立場を取るが、通常はそのような立場は取らない。大学に設置される。 博物館は研究施設としても博物館実習の場としても非常に有効である。このため学校博物館とは職員、設備に関し相当の差がある。杉並区立泉中学校にて1996年から行われている泉枠プロジェクトその名も学校美術館である。この事業は校舎を一定期間借りて美術館とし、 地元芸術家が作品を展示するという新しいタイプの学校博物館である。学校博物館の位置形態として既存の博物館のサテライトとして運用したサテライト型博物館などもある。この博物館も学校の空き教室を活用している。サテライト型博物館は茨城県自然博物館、スクールミュージアムなどの例がある。茨城県の取り組みの場合は インターネットやテレビ電話などを活用して、相互交流できる学校博物館である。また、滋賀県立美和湖博物館の収蔵品を、学校の空き教室で活用したサテライト博物館が2007年10月22日、滋賀県湖北町の朝日小学校に開館した。海外では、教育資料を研究、展示するための学校博物館が存在する。 ありがとうございます。